皆様、本日はですね、こちらの鶏もも肉、こちらを使って油淋鶏なんですけれども、揚げない油淋鶏作っていきたいと思います。今回はなんかやっぱイメージって油淋鶏ってもう唐揚げの上に香味だれがかかってるようなやつだと思うんですけれども、今回油をほぼほぼ使わずヘルシーな感じで仕上げていこうかなと思います。だから揚げ鶏ってよりはもうほんと皮をパリパリに焼いたチキンステーキみたいな感じの油淋鶏にしていきたいと思います。じゃあまずこちら鶏のももなんですけれども、今常温に戻して30分ぐらい冷蔵庫から出しておりました。はい。でこちら、まあ、軽く筋切り、結構筋いっぱいあるんで、気になる方はね、こういう余計な脂肪とか、まあ、ピッて取れるんで、こんな感じでこういうのとか、中のこの筋もこうやって包丁当ててたらこうやって取れていくんで、取ってもいいんですけれども、まあ、そこまで気にしないよって方はもう普通に筋切り、包丁の先っちょでちょっと無数に穴を開けてあげてください。で、できれば皮面の方も適度に包丁の先っちょぶっ刺してあげて、はい、でこちらを2枚やっていきます。で今回はあんまりもう鶏肉自体の下味はそんなにつけずに、タレでしっかりめの味をつけようかなと思っているので、油淋鶏ソースで鶏肉筋切りしたら、お塩だけ、はい、軽くなじませてもう焼いていきます。で今回結構焼く時間をしっかりとって弱火でしっかり焼いていこうと思うので、フライパンに弱火で、で油を引かずに、まあ、テフロン加工してるならね、普通にくっつく油だったらちょっとだけごま油なりサラダ油なり入れてあげてください。ではこちらを皮目から入れて、で蓋をせずにじっくり焼いていきます。でまあ時々フライ返しとかでちょっと押さえてあげて、でお肉の位置はちょっとずらしてあげつつ、しっかり皮面焼いていきたいと思います。でこれでもう弱火で、まあ、とりあえず皮面だけでも6、7分は様子を見たいと思います。でまあこの火入れ時間がかかるので、その間にタレ作っていきたいと思います。では作っていくんですけれども、今回は花椒を効かしたタレにしようと思っております。でまず調理酒大さじ2とみりんを大さじ1で、これを電子レンジ600ワットで、まあ、3、40秒ほどやってアルコール飛ばしたいと思います。さっきのね、鶏肉使った包丁とまないと、まあ、しっかり洗えばいいんだけど、あとは変えてあげてね、生使ってるやつなんで。生姜結構しっかりめを適当なサイズにカットして、で、ネギ、ネギと生姜を結構たっぷりめに使ってあげてください。で、こやつらをブンブンチョッパー、久しぶりですね、ブンブンしていきます。ブンブン先輩に全部任せます。はい、こんな感じで細かめに、で、ちょっと放置。で、今そうこうしてる間にね、鶏肉にもいい感じに火が入り始めてるので、鶏肉の位置ひっくり返して皮目しっかり焼いていきます。じゃあお酒とみりんはアルコールを飛ばし、まあ、その後しばらく放置したらもっと抜けると思います。じゃあ次ホワジャオ、グラムでいったら4グラムぐらいかな、こちらをよく潰します。すり鉢、じゃあしっかり身にすってあげてください。ではね、ちょうどもうこのブンブンチョッパーのこの中でタレ作っていこうかな。先ほどアルコールを飛ばしたお酒煮とみりん1ですね、はい、入れちゃいます。ではここにお酢ですね、まず大さじ4杯ほどで、お醤油、醤油もお酢と同量大さじ4杯、ごま油大さじ2杯、お砂糖も大さじ1杯、蜂蜜を大さじ1杯ほどで、ここに先ほどのすりおろしたホワジャオで、今また触ってるんだけど、たまに触ってちょっと鶏肉のね、向きとかを変えてあげといてください。で、ここにレッドペッパー、これはもう皆さんの男好みの量、入れなくてもいいし、僕はちょっと軽く入れておきます。最後彩りですね、
でよくこれだとパクチーが入ってることが多いと思うんですけども、僕もしゅんちゃんもパクチー苦手なんで、今回イタリアンパセリでいきます。イタリアンパセリの葉っぱの部分、こちら軽く水洗いしてみじん切りにします。でこういう葉っぱ系はね、ちょっとブンブンチョッパー難しいと思うんで、この辺は包丁使ってあげた方がいいと思います。でイタリアンパセリを粗みじんにしたら、そちらも入れちゃいます。じゃあ最後こちら混ぜ合わせておきます。じゃあこちらでホワジャオの効いた香味だれ完成で、まああと鶏肉焼いてる時間もあるんですけど、まあ、30分ぐらい放置してあげるとより味が馴染むと思うので、ちょっと早めに作ってあげておくのがおすすめ。じゃああと鶏肉の様子見ておきます。今ソース作りしている間に、鶏肉もう多分今ね 7,8 分はもういってると思うので、じゃあ一旦ひっくり返します。わかる？結構カリカリな感じですね。完璧カリカリ、はい。でこの状態でこっち側の身も、まあ、3、4分ほどしっかり焼いて、で蓋はしないでね、しっとり仕上がっちゃうんで皮が。で出てきた余計な油はキッチンペーパーとかで吸ってあげてください。もう半面も弱火でじっくり火を通したら、最後火強火にしてもう一回皮面焼いておきます。最後で皮面をね、もう一回カリッとさせます。で出てる水分はちょっと取ってあげて、で皮面をカリッとやるんですけれども、そこに最後ねごま油を少々、香り付けかつカリッと揚げるために少々入れて、鶏肉のこの皮の下に流れ込ませます。この状態で皮面を1分ほど焼いて仕上げです。はい、じゃあ皮面見てみます。感じ。そしたらもう火止めてあげてください。こんな感じです。はい、そしたら出すんですけれども、一回ちょっとキッチンペーパーの上とかに置いてあげて、余計な油切ってあげてください。ではカットしていきます。多分熱いと思うんで気をつけてね。いくよ。この皮のパリパリ感、まだ結構ガリガリガリにできてます。でこんな感じでもう一個の方もカットしていきます。では最後レタス、先ほどのお肉たちを持ってきます。こんな感じになったら、最後上から先ほどの香味ソースかけちゃいます。こちらで油淋鶏完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。すー、いやもう見てわかる、もうパリパリ感だね。しかもさ、やっぱ油淋鶏って揚げるイメージあるのにさ、油使ってないからさ、そうだね、匂いがしてない全く。まああとは何よりあれだよね、衣つける手間もないもんね。ないからない、楽。かけて大丈夫。どうぞ、もっとしっかりかけてもいいよ。じゃあちょっとお先にいただきます。どうぞ。いただきます。うまい。進む。いただきます。うん、あのね、すごいさっぱりしてるね、うん、で、あの皮がやっぱパリパリしてるんで、そこもすごく美味しいんですけど、このタレがやっぱ美味しい。山椒効いてて、これ美味しいね。で、多分ね、みんながね、あの食べたことある油淋鶏多分あると思うんですけど、お店で絶対こっちの方が僕は美味しいと思う。ホワジャオ美味しい。めっちゃ皮パリパリ、いいね。この衣使ってないのいいね。全然問題ないね、これで。うーん、あのお先にもちろんですけど、全然おかずになります、これだったら。うまっ。これタレがうまいわ。
この野菜にも合う味、あ超うまい。で今回あのミニサムネイルのためになんだっけ、最初からタレかけちゃってるじゃん、うん、後からつけて食べるたらもっと多分ね皮のパリパリ感はね残るね、味残ると思う。すごい美味しい、こうちゃんこれすごいわ。このホワジャオの程よいしびれというかさ、辛みすごく美味しいです。でネギとあと生姜もたっぷり入ってるから、うん、すごいね、体はあったかくなる感じ。俺はこれをね、タレはたっぷりつけた方が美味しいと思う、うん、これあっという間になくないやつだ、こうちゃん秒だね。なんだっけ、その今まで食べたことある油淋鶏って、うん、やっぱ衣があって衣についてるみたいな感じじゃん、あの味が、うん、そういうんじゃない、なんかねとんでもなくあっさりしてる、うん、バクバクいけちゃうこれ。あのもう想像以上にあれだよね、あっさりしてるよね、うん、油淋鶏ってさ、やっぱその揚げ物系の中でもさ、やっぱお酢を使ってるからさ、うん、どちらかといえばあっさりは食べれる方なんだけどさ、うん、言ってもさ、やっぱ揚げちゃってるからさ、やっぱ唐揚げ感があるんだけど、うん、これ本当にただ焼いてる、パリパリにはしてるけど焼いてるだけだから、本当油がしつこい油っていうのが全くないから、ないね、めっちゃ美味しい。でちゃんと弱火で焼いてるから、うん、中にちゃんと水分も残ってて、これやっぱもも肉のいいところをもう全面に出してる料理だと思う、うん、すごい本当に美味しいわ。ということで本日はですね、はい、とっても簡単にしかもヘルシーにできる油淋鶏ですね、多分みんなが知っている油淋鶏はちょっと違う油淋鶏なんですけど、そちらをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、表現がちょっと難しいんだけど、まずすごいあっさりしてるのね、あっさりしてる。もともと油淋鶏ってこうちゃんが言った通り酢使ってるからあっさりしてるんだけど、その余計な衣の部分も省いちゃってるんで、よりあっさりしているっていう感じなんで、バクバク食べれちゃう、うん、だからすごいあんまり食欲がない時とかでも香りとかだけでも十分食欲湧くし、食べたらさらにどんどんバクバクいけちゃう感じがしてめっちゃ美味しいです。本当になんか僕が今まで食べたからの油淋鶏じゃないんで、こっちの方がちょっと好きになっちゃったぐらいです。めっちゃうまい。あとはソースだね、今回のソース今までこうちゃんが作ってくれたソースと違ってやっぱ山椒、ホアジャオ、あ、ホアジャオだね、うん、山椒じゃない、ホアジャオが効いてるんで、それがね本当に個人的にはいいかなと。ただその部分がお子さんにはちょっと苦手かもしんない。そうだね、ホアジャオはやっぱ癖はあるんで、うん、好きな人にはすごい好きだけど、まだこう慣れてない人にはちょっと難しいかもしれないね、うん、そう、だから好きな人にとっては多分相当大好きな料理になってると思うんで、ぜひ作ってほしいなっていうのと、あとやっぱね何よりね簡単、簡単、本当にこれ簡単、低温でずっと焼き続ければいいだけだから、衣をつけるっていう手間もないのにこんだけ美味しいっていうのは結構画期的だと思うんですよ、レシピ的に。なので、初めて作る方もぜひね作ってほしいなと思います。どうだった、こうちゃん食べてみて。もうまずね作るのが本当簡単だから、うん、肉焼いてる間にソースが全部作れて、うん、ソースが し終わったらもう大概もうお肉も焼き終わるぐらいなんで、本当レシピの工程できるのもすごい簡単なのと、うん、でさっき言ったみたいにちょっとねホワジャオがお子様が苦手な場合、うんはホワジャオ抜きにして、うん、蜂蜜の量をもうちょっと増やしてあげて、甘みをもっと前面に出して、うん、甘みと酸味のあるソースにしてあげればお子さんもすごい美味しく食べられると思うので、うん、はいはい、ぜひぜひそんな感じでやってみてください。はい、ということで本日は以上になります、はい、とっても簡単で本当に美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。